することにしました。それでは早速ですね、解説したいと思います。オリジナルのキーはですね、Gマイナーでした。今回はですね、キーをですね、Fマイナー、マイナス2ですね、マイナス2、下げてですね、Fマイナーにして、ただし演奏はですね、弾きやすい E マイナー中心としたコードで弾きます。ということで、カポタッソをですね、1フレットにつけて、キーは半音を上げて F マイナーにしたいと思います。オリジナルの G マイナーで歌いたい方はですね、カポタッソをですね、3フレットにつければ、この E を、E中心のコードでですね、G マイナーになります。使用コードは本当少ないですね。E マイナーですね。A マイナー、 B7、 D、 C ということで、5種類だけということで、まあシンプルな曲ですね。で、まあ、リズムはですね、今回はフラットピック使ってみようかなと思って、フラットピックでですね、アルペジオですね。
俺は今でも
ですね、こう、シャラ、僕の場合、私の場合は、ダウンするときはですね、こういう感じで、で、アップするときは、こういうふうに、いけますね。これはまあ、いろんな弾き方があると思うんですけどね。下げたらアップって弾き方もあると思うんですけど、まあ、サンデップの場合はこのこれが一番弾きやすいですね。それとこうチャッチャッチャッってずっとダウンダウンダウンのですねサンデップだと大変なんで、こうダウンアップダウンダウンアップダウン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 、これこれの方が簡単ですね。はい。ということでですね、ニック・ニューさんのカタカナで書く、バンバー・ヒロフミさんのですね、ローマ字のサチコじゃなくて、こちらはカタカナのサチコ。赤色エネジーってありましたね、アガタ・ムリオさんの。あれもサチコのサチコだって、あれは漢字のサチコです。あの、サチコでしたね。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。